様ら、やる気がないならさっさと荷物をまとめて開拓地にでも移ったらどうだ。トーマス・ワグナー、貴様のような無駄飯ぐらいでも人手不足の開拓地なら追い出されることはあるまい。ミーナ・カロライナ、貴様は豚小屋出身だったな。ならば豚として暮らすといい。巨人は豚を食わんからな。とはいえ家畜以下の貴様を豚が仲間に入れてくれるかは疑問だが。一生懸命やってるのに何もあそこまで言わなくても。しばらく立ち直れないよ。私本当に豚になろうかな。気にしないなんてできるわけないでしょ。こんな状態で俺たち兵士になれるのかな。だけど今よりも訓練成績を上げるのは正直なところ難しい気もするんだよな。うん、全力で取り組んだ結果が今の成績なわけだし。あなたはどうすればいいと思う？仲間を見習う？確かに同期には優秀な人がたくさんいるんだし、みんなの長所を学べば兵士として成長できるかも。長所を学ぶか。それを意識して仲間と交流すればいろいろと得るものがありそうだな。よし、後でお互いの成果を報告し合おうぜ。お前が言い出したんだし、お前も付き合えよな。もっと兵士を鍛えんとな。おい、そこの。さあ、お前だ、お前。ほれ、落とし物だぞ。これお前の日誌じゃねえのか。そうか、もう落とさねえように気をつけろよ。お前は104期の訓練兵だよな。いいってことよ、気にすんな。俺はハンネス。お前も104期の訓練兵だってんなら。え、そうか、お前もエレン志願しなくといえば
104期にはエレン、あいつらも肉親をなくしててな。お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。おいおい、そんなに肩ひ、まあとにかくこれからよろしく。いや、いろんなことが細かく書いて、その日誌はきっと何かの役。君か。もしかしてわざわざ仲間を助けるのは兵士として当然のことだ。ライナー、ベルトルト。なんだお前らまで。俺たち二人とも立体機動装置の扱いがうまいだろ。頼む、俺に教えてくれ。すまん、あまり役に立つ助言はできそうにないな。そうか。その君たちは三人とも志願しなくの出身だよね。巨人の恐ろしさを知ってるのになぜ兵士を目指すの？僕は王政の無茶な領土奪還作戦で家族を失って、この状況を黙って見てるなんてできないと思ったから。二人はどこの出身なの？僕とライナーはウォルマリア南東の山奥の村出身なんだ。じゃあ、あの日村に連絡が届くよりも先に巨人が来たんだ。その後はよく覚えていない。内地勤務の憲兵団狙いで兵士を選んだけど、それがダメなら全てを放棄するかもしれない。自分の命を大事にすることだって立派なことだよ。俺は帰れなくなった故郷に帰る。俺の中にあるのはこれだけだ。エレンはどうなんだ？俺は殺さなきゃならねえと思った。この手で巨人を皆殺で。お前はなんで兵士になろうと思ったんだ？そうか、お前もあそこにいたのか。俺の母さんも殺された、あの時にな。だから君は訓練兵を目指したんだね、ご両親の仇を討つために。そうなんだ。故郷を取り戻したいってのは俺と同じだ。目標のためにも今は訓練を乗り越えないとな。いつか叶う日は来るの。さあな。だが、ああ。やあやあ。ありがとう。私はどうだ？ではこれより夜間特殊訓練を開始する。この訓練は普段とは異なり、個人の技量よりも班員同士の連携能力や作戦遂行能力を評価する。班分けは先ほど伝達した通りだ。準備が完了した班から出
定の場所に移動せよ。教官の言うことはよく分かんなかったけどよ、ま、普段の訓練とは違うみたい。なんでこんな時間に。教官はとにかくやっ、なんでうまくいっ、もうガスも刃も残ってません。コーディーがつっ、こんな急ごしらえの班で連携なんて最初から。このままじゃみんなバラバラになってしまう。どうにかしないと。そうだね、君の言う通りだ。まずはよし。それじゃあこの班の指揮をお前に任せたい。どうかな、みんなのペースを合わせるのが上手だと思うんだ。それはもちろんです。私たちも、ま、それじゃあよろしく頼むよ。よし、他の連中を。よし、ここから巻き返すぞ。けどまずは補給が必要だ。拠点を設営するんですよね。私の勘ではあそこが良さそうな気がします。開けた場所のようだし可能性は高いかもな。行ってみよう。これが実戦だったら俺たちとっくに死んでるんじゃねえか。いや、ここで失敗しといてよかっただろ。確か刃やガスを補給できる場所を作るんだったよな。やっ、ああその通りだ。実戦でも補給できる場所は大事だからね。これで刃もガスも補給できましたね。集合地点に急ぎましょう。待ってくれ、不測の事態に備えてもう一箇所拠点を設営しておこう。またコニーに突っ走られたら俺たちは教官に。よし、これで予備の拠点もできたな。今度こそ集合場所に急ぎましょう。遅いぞ、貴様らが最後だ。何をちんたらやっておった。申し訳ありません。まあいい。では次は巨人に一斉に攻撃を行う訓練だ。貴様らはすでに出遅れている。すぐに始めろ。お前が合図してくれ。合図をしたら一斉に目標を攻撃するんだ。みんなで部位を狙って一気に倒しましょう。スタッフ頼んだよ。息ぴったりですね。ま、天才の俺がいるからな。コニー、さっきそれで突っ走って失敗しただろ。
頼んだよ。 またガス切れになるのは勘弁してくれよ。サンサン任せた。やります。マルコ頼んだよ。了解。ある程度はできるようだな。これより最終訓練を開始する。訓練用模型が森の中に多数出現する。迅速に索敵し討伐せよ。破壊した部位の数が評価対象となる。班で協力しより多くの部位を破壊しろ。それでは始め。ガスと刃を切らしたと聞いていたが、ここまで盛り返すとは。奴らをまとめているのはあいつか。走らないで。突っ走ってるのはあんただよ。この班怖いな。おいエレン、同じ班なんだから足引っ張んじゃねえぞ。なんだと。じゃあてめえこそ足引っ張んなよ。えっ、今のはお前がヘマしたんだろうが。ちょっとハンデの訓練なんだから仲良くしようよね、ベルトルト。え、あ、そうだね。中間成績を発表する。まだ時間は残っている。気合を入れ直せ。まだ1位になれる可能性はある。最後まで全力を尽くそう。ここまで来たんだ。絶対1位になってやろうぜ。いや、やってやれ。よしと、最後まで頑張りましょう。ミカサの兄もすごい実力だし、もっと力を合わせれば。ミカサの方にその気があればね。兄の方にその気があれば。そのとにかく頑張ろうか。もうすぐ終了だ。最後まで力を尽くせ。じゃあいい加減にしろ。悪いのはてめえだろうが、この死に急ぎ野郎。今回の訓練の最優秀班を発表する。ミカサー・カーマン、貴様らの班が1位だ。また俺はミカサに。悔しいけど次は負けねえぞ。訓練はこれで終了だ。各自戻って体を休めろ。解散。本気の訓練兵は粒が揃っていますね。これは期待できそうです。アッカーマンをはじめ
成績上位陣はほぼ決まりでしょうか。確かに見どころのある兵士は多いな。だが兵士としての能力は個人の技術だけでは測れん。巨人との戦いは常に複数人で行うものだ。他の兵士との連携がより重要になる場合もある。それを実現できる素質を持った者がいるかを見極めるのが今回の訓練の目的だった。お前のおかげでなんとか挽回できたよ。ありがとう。こっちこそありがとうよ。連携って大事なんだな。こりゃ評価も期待できるんじゃねえか。実際即座に他の者をまとめ上げその能力を引き出せる兵士は決して多くはない。だが今回はその稀有な素質を持った者がいたようだな。104期訓練兵は3年にわたって巨人と戦うためのありとあらゆる術を叩き込まれた。厳しい訓練を経て訓練兵団を卒業した兵士たちは3つの兵団に配属される。王の下で民を統制し秩序を守る憲兵団、壁の強化に努め壁内の町を守る駐屯兵団、そして壁外に出て巨人の領域に挑む調査兵団。特に内地勤務となる憲兵団を目指す者が多かったが、志願が許されるのは解散式で発表される成績上位者10名のみだった。彼もまた3年にわたる過酷な訓練を仲間と共に耐え抜いた。ついに解散式の夜を迎え、彼は同期たちと共に訓練成績の発表を待つ。ではこれより成績上位10名を発表する。呼ばれた者は前に出ろ。10番クリスタレンズ、9番サシャブラウス、8番コニー・スプリンガー、7番マルコ・ボット、6番ジャン・キルシュタイン、5番エレン・イェーガー、4番アニ・レオンハート、3番ベルトルト・フーバー、2番ライナー・ブラウン、主席ミカサ・アッカーマン。以上10名。ただしこれはあくまで訓練場の成績であり、実戦で能力を発揮できるかどうかは
別の尺度で測るべきものだ。成績上位に入らなかったものもよく考えておけ。自分に何ができるのか、何をなすべきなのかをな。後日配属陛下を問う。これにて第104期訓練兵団解散式を終える。以上。からどうぞ。ああ、俺はあれからエレンとアルミンの二人と交流する気。エレンの長所はとにかく根性だな。絶対に諦めない。アルミンの長所は頭の良さと負けん気の。根性と負けん気か。二人とも。うん。そういう長所なら俺たちも見習えそうだろ。私はミカサと。ミカサはどんな状況でも慌てず、クリスタはいつも周りの状。ミカサの長所は真似できそうにないけど。よし、今回の報告。私もみんなと仲良くなれて役に立ちそうなことをたくさん学べたかな。もう豚小屋に帰るなんて言わせない。これからももっとたくさんの仲間と交流。そうだね、みんなと学び合って助け。すごいよ。私は私の意志に従う。私は生き残るさ。王の近くで働きたいな。ありがとう。さすがに立体軌道には慣れたけどよ。今日のおいおい、お前ら見てられなかったぞ。少しは俺の立体軌道装置の扱いを参考にしてみろ。まあ考えてやってもいいぜ。教えた通りに。おいじゃあ教えてくれに来たの誰がうざいって。才能ねえからって。エレン、どうしたの？ミカ。おい、エレン。また喧嘩してるのかと思った。そんなことねえって。俺は。はあ。
俺はお前に教わりたくなんかねえよ。そうだな、それがいいな。人数が多い方が。エレン、怪我してる。すぐに手当てしないと。はあ？こんなんかすり。あ？立体軌道だって？自主訓練ですか？そういえばあなた、最近ジャンと仲がいいみたいですね。ジャンといえば、ブッブ、あの話を知っていますか？なら、教えて。少し前に。で、違いですよ。サッシャ、なんでお前がその話。別にいいじゃないですか、喋っても。あの妹。おい、サシャに何を聞いたか知らねえが、全部デタラメだからな。お、おう。ならサシャのと、くそ、誰が。兵士の責任を果たす。僕もやれる。どうも。私はエレンを守る。やってやる。やったな。惜しかったな。お前なら10位以内に入れると思ったんだが。みんなの評価だが、まあ僅差だったんじゃねえか。お前なら上位、教官も言ってたが、実戦で使い物になるかどうかは訓練成績の順位だけで測れるもんじゃねえと。憲兵団に入らないって本気なのか、エレン。せっかく上位10人。最初から決めてたことだ。俺が訓死に急ぎ野郎のことはほっとけよ、マルコ。俺たちやっとこのくっそ息苦しい前世。じゃあない。なんだと。じゃあもうやめ。俺が頭のめでたいやつだと。
そうい人口の2割以上を失って答えは出たんだ。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人、俺たちは何十万の犠牲で得た情報は確実に次の希望に。俺は巨人を一匹残らず駆逐してこの狭い。あ、待ってよエレン。行きたきゃ壁の外でもどこでも行け。俺は絶対。が揃ってるよ。また来てね。何を作りたいんだ。また来てくれよな。いい品が揃ってる。また来てね。やるわよ。やれ。何人に生き残れるか。
人類の活動領域を囲む壁には突出する半円形の区画が4箇所ずつ設けられている。この区画に人口を集めることで巨人の標的を絞り守備兵力を集約するためだ。そのうちの一つがウォールローゼ南方に位置するトロスト区である。トロスト区には中ドン兵団本部が存在し、訓練兵は正式配属までの期間中ドン兵団と共に様々な任務に当たることになっていた。成績上位10名の中に彼の名前はなかったが、もとより彼が志していたのは調査兵団だった。あの日からの5年間抱き続けた思いを遂げるためである。そんな彼もまた104期の同期たちと共にトロスト区での任務に励んでいた。は？調査兵団にするって？コーニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説がうるせえ。そう照れるなよ、お前だけじゃない。皆さん。は？さすが、話が分かった。大丈夫ですよ。後で、皆さん。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。ああそうだ、コニーたちはああ言ってたけど、お前はどの陛下を志望するんだ？ああ俺もだ。あの日お前もいたんだろ、志願しなくに。お互い目的を果たせるといいな。二人とも早く作業に戻らないと上官にバレ。ああ今行く。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。人類の反撃はこれからだ。巨人を町に侵入させてたまるか。ここで倒す。この時のために訓練してきたんだ。成果を見せてやる。やつを討伐するぞ。立体軌道で背後に回せ。うなじを削ぐんだ。引くぜ。まず手足を落として動きを止めた方がいいな。いい感じだ。やってやる。強くろ。
アンカーを刺してても長くは持たねえぞ。やった、訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ。薬を使って手当てしろ。相手は巨人なんだぞ、気をつけろよ。ここで倒す。次から次へと入ってきやがって、一匹残らず駆逐してやる。このまま行くぞ。やっ、なんだ。大丈夫か。こっからは俺も戦うからな。私も行きますよ。きっとみんなで戦えばなんとかなります。俺たちで巨人の注意を引く。その隙にお前がうなじを狙え。いい感じだ。はい、僕の勝ちだ。俺たちでもなんとかなった。人類は巨人に勝てるんだ。ヘレン、これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しちまうぞ。あなたも大丈夫ですか。無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。目標、壁外正面、超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。してるみたい。ヤツの向きに注意して。危なかったら一旦距離を取ろうぜ。よし、サーシャー。倒した。私たち十分やれるじゃない。このまま行くぞ。いい感じだ。みんなでエレンを助けに行くぞ。待ってください、巨人が近づいてきます。あの巨人、さっきのより強そうだぞ。みんな注意して。
スの様子を見て一気に背後に回るんだ。立体軌道で一気に背後を取っちまえ。負けないぞ、いい感じだ。このまま、よし、動きだったぜ。本物の巨人相手にお前すごいな。なんとか討伐できた。見ろ、エレンのやつ一人で超大型巨人と戦ってるぞ。呪い取った。外した。いや、超大型巨人が消えた。お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。すげえな。